はい、まあ、ちょっと本番前の打ち合わせ風景の YouTube ですねということで、はい、楽しみですね、本番が。もうそれから盛り上がりすぎちゃってもう終わったかなちょっといい喋った感が面白い、素敵な、ちょっとオフレコの話持ってなんて先ほどはみたいな、はい、いろいろ、うん、ちょっと私が広告塔になる契約を結ぶというすごい楽しみですね。もうそろそろですかね。皆さんこんにちは。ひよこ反省会の時間がやってまいりました。すいません、なんかちょっと変なカンペが出ててですね、タイトルコールをなんかビートたけしのモノマネでとか言われたんですけど、できないよバカ野郎これなんでしょうこんなんで新年一発目いいんでしょうか。ひよこ反省会、今回、パーソナリティを担当します、ただいまラジオパーソナリティの研究生マリリンです。よろしくお願いします。自分で拍手そしてですね、今日はもう本当に先ほどからすごく話が盛り上がってしまったんですが、今日のゲストご紹介したいと思います。上原千春さんです。上原千春さんが何者なのか、ちょっと自己紹介を軽くお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、上原千春です。はい、私は宜野湾の方で、はい、ダイエットサロンカロリアという、サロンを、しております。管理栄養士で、そうですね、かれこれもうダイエットのことについてやり続けて27年ぐらいになりますでしょうか。すごいですね。はい、で、はい、ちょっとおいくつなのかちょっと、はい、そうですね、そうですね、ちらんってちょっとだけ思っちゃいます。すいません。あ、どうぞどうぞ。はい、はい、あ、そんな感じです。ありがとうございます。なんでですね、先ほどあの打ち合わせの時から盛り上がってたのかっていうのがこれでちょっと分かっていただけたと思うんですけど、まさしく私が必要としてた情報、そしてね、お正月にちょっと食べ過ぎちゃったなとかいろいろね、ある方のために今日は来ていただきました。ダイエットの、伝道師上原さん、はい、千春さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ファスティングダイエット専門サロン、あ、そうですね、カロリアさんということなんですけど、なんかこれからまた少し名称が変わった展開があるというのを最初にお伺いしたんですが、はい、そうですね、サロンということで女性専用でちょっとやってたんですけれども、はい、ファスティング、まあ、プチ断食という言い方をされることも多いんですけれども、はい、そのご要望としてやっぱり男性の方がいらっしゃったりとかっていうのもありますし、あと、まあ、ダイエットってこう一括りにしてしまうと、こう例えば脂肪をこう溶かしてとかマッサージをしてとか、そういう感じのイメージが、また運動とかもありますよね、そういうイメージがあるかなとも思うんですけれども、うちはどちらかというとインナービューティー、中の方からこう綺麗にしていく食を通して、食とか栄養とかっていうのを通して綺麗にしていくっていうところもあり、もう少しこの講座であったりとか、実践をしていくサポートであったりとかっていうところに、力を入れていくということで、カロリアダイエット学院ということでですね、すごい素敵ですね。はい、少しお勉強もしていただきつつ、はい、実践して、結果を出していただくっていうような内容に
変えていくためにちょっとリニューアルで1月11日からまた、はい、再スタートいたします。素敵ですね。じゃあ今まではどちらかというとサロンとして の、 あの、まあ、はい、ケアという形から、そうですね、マッサージもやりましたね。ダイエット学院で学院、はい、少しあのお勉強もしていただき、であの、ま、エクササイズとかもあるので、うんうん、あの運動も入れるんですけれども、もうダイエットをトータルでサポートしながらでご自身で実践して、うんうん、いくこの習慣とかノウハウとかっていうのを身につけていただくような感じになっています。あ、いいですね。あ、これって私が実際、はい、あのアメリカで私はダイエットを実はしていて12キロ落としたんですけれども、うんうん、はい、私もダイエット経験者なんですね、はいはい、でそこから出発して27年なんですけどきっかけがこの海外に行った時のダイエットが自分のですね、自分のダイエット体験から始まったので、うんうん、まあ、そこではあのもう本当にフルサポートというかサポートしていただいて、はい、実績を、ね、自分で実践して、はい、結果を出して、うん、でそれをずっと維持しているので27年の間私この体重ってずっと維持しているので、だからやっぱこれがあの本物のダイエットなんじゃないかなと思っている部分があるの で、 うん、うんうんうん、でそれを皆さんにお伝えしながらサポートできたらなっていう場所になる予定です。はい、あ、素晴らしいですね、はい、先ほどからね、あのファスティングとか断食っていうお話をちょっとね、うんうん、あのしてるんですが、初めて聞かれる方とか、はい、私も最初なんとなくで聞いたことあるけど、うんうんうん、具体的にどういったことするのっていう形でね、うん、あの気になる方いらっしゃると思うんです、はい、ええ、どういった感じの、あのファスティングとか断食っていうのはどういった形のものになるんでしょうか、はいはい、今あのファスティングとかプチ断食とか、はい、まあまあ、断食だけで使うところもあると思うんですけれども、うんうん、いろんなやり方があって、はいはい、でそれぞれに、うん、まあ、方法があるんですが、うん、全然食べないの本断食、水だけでやるの本断食とかっていって、お坊さんとかがやってらっしゃるんですね、はいはい、そういったのから、あと、ジュースでやるところもあるし、うん、あとお野菜だけ食べるっていうのも断食って言っていて、それ食べてるけど断食っていうのかっていう感じだったりするんですけど、あと玄米だけでやるとかっていうのもまたプチ断食っていう言い方をしたりもするし、だから、まあ、要は何のことをじゃあプチ断食って言ってるのっていうと、消化期間をお休みさせるっていうのが一番の目的だったりするんですね。でうちもそれを取り入れてやってるんですけれども、うん、今まで私もこうダイエットフリークなのでずっとダイエットしてるんですけど、いろんなダイエットをこう自分でもね、やっぱ試してやるんですけれども、一番、うん、効果的だし一番こう負担が少ないし、うん、こう短い期間でっていうんでしょうかね、はい、うんうん、効果を実感することができるのが、うん、まあ、うちドリンクを使いながらやるのですけれども、はい、ファスティング専用のドリンクを使いながらやるのですけれども、うんうん、その、断食法、うんうん、ファスティングかなと思って、うんうん、うちはそれを取り入れています。で、まあ、3日から大体6日ぐらいの間でやるんですけど、うんうん、ほぼほぼの方は3日でリセットっていう意味でやっていただいていますね。なるほど。ドリンクを飲みながらなので、うん、すごくお腹が空くっていうことは実はないんですね。助かる、はい、もうあいいですね。なんか皆さん、あの空腹感ってちょっと怖い部分ありますよね。そうですね。これは、うん、もうあの生物として、うん、すごくもっともなこの反応だと思うんですね、うんうん、お腹がすくイコール死ぬみたいな、そうですね、飢餓みたいな、そうですよね、はい、そういうイメージがあるので、うん、食べないなんてできないっていう方が、うん、すごく多いんですけど、うんうん、やってみるとですね、意外にあお腹空かなかったよいう方も、まあ、もちろんお腹空かないことはないんですね、うんうんうん、普段例えば2000キロカロリーから3000キロカロリーぐらいみんな取ってるんですけど、はい、このファスティングの時っていうのは、うん、だいたいうちは女性500キロカロリーで男性600キロカロリーぐらいでやっていただくんですよ。そのドリンクのカロリーなんですけどね、そのエネルギーは取りながらやっていただくので、うんうん、そこまでこのガタガタするぐらいっていうんですか、なんかイメージね、どうしてもありますよね。そうそうそう、震えるぐらい の、 飢餓感っていうのはないようにちょっとプログラムしてやっています。だからなのでここ本断食ではなくプチ断食っていう言い方をするファスティングですね、うんうん、それが、ファスティング の、 カルイラーさんが提唱しているやり方とか、すごい素敵ですね、うん、なんか先ほど千春、ね、さん の、うん、留学された時の写真なんですか、最初の頃の写真と、はいはいはい、今、ね、何キロ痩せられたんですか。12キロ痩せました。
すごく写真で使用前使用後ビフォーアフターすごい衝撃的ですごいですよね。私小学校の頃から、うん、実家がちょっと町屋だったので、はいはい、売るぐらいお菓子あるじゃないですか、はいはい、食べてそうぽっちゃりしてたんですよ。だから小学校の同級生、中学校の同級生、高校の同級生まで今の私を見た方が今の方が細いって言います。わー嬉しいですね学生時代ってね結構みんな ね、うんうん、ねシュッとしててって、ね、そうそうそういいですね。もうずっとぽっちゃりしてたので、うんうん、でさらに、まあ、ちょっとアメリカに留学して、うん、ぽっちゃりしたので、はい、で体調がとっても悪くなったんですよ、うんうんうん、どんな風に悪くなるかっていうと、はい、まず朝起きれない、うん、で無気力になる、でちょっとこう腕を上げると痛い、なんかこうなんていうかすごく疲労感があって、こう上げるだけで、うん、あもう下ろしたいっていう感じのこの疲労感っていうのがあったんですね、はいはい、でだから学生のくせに学校行くのが大変なんですよ、うん、もう行きたくなくてあそうで、これって、鬱っていうんじゃないっていう感じで本もいっぱい読んだし、その時に、うん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 、でも実際そうだったんじゃないかなと思って、そしたらもう自分ではどうしようもなかったので、うん、ダイエットセンターっていうようなところがあり、はい、でそこはサポートしてくれて、うん、こんな風に食べるんだよって食事をサポートしてくれるところだったんです、うん、でそこに行ったところ、まあそこの提供してくれるこのお食事のメニューっていうのをもう素直に食べたんですね、はい、1200キロカロリーぐらいだったかな。そしたら面白いように落ちていくんですよ、トントントンと。最初はねすごい空腹感、慣れるまで空腹感も少しあったんですけど、でもそこから慣れてくると空腹が気持ちいいんですよね。空腹が気持ちいい、わーすごい。空腹が気持ちいいんです。逆にいっぱい入ってると、はい、こう重くって気持ち悪くなってくるですね、だその感覚にみんななるんですよ、はい、やってるとすごい。だからそこまで行くのに少し2週間とか3週間とかやっぱりかけていくんですけど、ファスティングはですね3日でそれが大体できます。3、4日でそこまで行くので、だからまずは胃をちっちゃくしてとか、この空腹で気持ちいいよねっていうところまで持っていって、はい、でそこからダイエットを始めるとスムーズかなと思って、もともとはダイエットのサポートから始まっているの で、うんうん、でそこにこのファスティングを入れることでより効率よく、うん、で実際このファスティング断食は食べないってことなんですけど、うん、食べない時間に体の中で起こってることって本当にこう聞いたらえー、って思うぐらいのこの、はい、なんて言うんでしょうね、改善というかリセットというか、うん、そういったことが起こっているんですよ。だからもうこれを知ったら、今までは私管理栄養士になってたので、はい、3食きちんとバランスよく早寝早起き朝ごはん、これすごく正しいと思うんですけれども、はい、あ食べない時間って本当に大切なんだなって思うようになりました。この留学時代にこのご自身が体験、ね、ダイエットプログラムの体験されて、はい、で日本に帰ってきてから管理栄養士さんになられた。そうなんです。これがきっかけ、はい、これがきっかけです、はい、自分が体重を落として、はい、で体調が良くなったっていう、はい、であの時私に何が起こったんだろうっていうのがすごく興味があって、うん、で、すごく感動的だなと思った自分自身に感激したので、ただ痩せるだけじゃなくって、うんうん、なんだろう、すごく体調良くなったし、はい、で前向きになってるし、メンタルもすごく前向きになってるし、うんうんうん、なんだろうこのダイエットの効果って、うんうん、でその時はダイエットの効果だと思ってたんですけど、うんうん、実は食事が変わって、うん、脳が変わって、うん、体が変わってっていうこの流れだったんだと思うんですね、うん、なるほどなるほど、うん、その変化が結局、うん、思考を変えたりとか、うん、行動を変えたりとかっていうことで人生変わってきたんじゃないかなと思うので、あこれっていい仕事かもしれないと思ってやりたいこういう仕事って思って、うん、日本に帰ってきてから栄養士になったんですけど、はい、でも日本は20年ぐらいアメリカにそういう栄養情報とか、うん、医療にしてもそうなんですけど、はい、遅れてるって言われていて、うん、今が私がこうアメリカに行った頃ぐらい の、この意識というか栄養に関して食事に関してで体を調整するとかっていうことに関しての意識がなんか似たような感じかなと思いますね、うん、今ねテレビとか、ねうん、ちょっとね、はい、このファスティングだったりなんかセレブの方たちがやってるとかで ね、うんうんうん、ちょっと、はい、やっと情報、私でも分かるね、うんうん、一応情報なので、うんうん、ですねやっと追いついてきたって感じなんでしょうか、そうだと思います、はい、
ったけども、カロリエさんで現に体験されてる方はもういらっしゃって、そうですね、ね、素晴らしい。もうポスティング自体はもう400名、500名ぐらいはサポートさせていただいてるとは思います。そうですね、沖縄だけじゃなくて本土の方でも、あ、なるほど、うちのインストラクターさんがいらっしゃるので、そこでもやってらっしゃいます。素晴らしい。いいですね。はい、これをかあの今、大学院になるんですけど、場所は同じ サロンの場所なんでしょう。そうです、そうです、はいはい、宜野湾市大山の方ですね、はい、ラグナガーデンの道向かいの方なんですけれども、うんうん、そこでやってます。羽衣小学校のなんか、うん、そうですね、裏門の方になります、うんうん、シーサー児童公園という公園があって、はい、大きなシーサーの滑り台があるんですけど、はいはい、いいですね、はい、ただ道からはこのシーサーがあまり見えないんですよ、結構囲われているので、うん、ではその尻尾側の、方に、はい、この学院の場所は位置してますね、うん、あ、いいですね、はい、もう検索も先ほどちょっと、うん、あのお伺いして、私カロリアファスティングですぐもうあの、はい、千原さんのところのホームページとか、うんうん、はい、あの出されてる広告のところに行けたので、もう分かりやすいですよ ね、うん、はい、そうですね、カロリアファスティングで、ね、はい、プチ断食とかでやっていただければ、ね、すぐヒットしましたと思います。素晴らしい、はい、だからぜひあのこの千原さんのビフォーアフターも必見ですので見ていただいて、だから本人が体験して得た情報だからこそね、発信する、ね、うんうん、ね、あの大切さとかもね分かると思うので、うんうん、管理栄養士さんがサポートしてくれるってもう、うんうん、嬉しいですよね、はい、もう太鼓判です。断食ファスティングだけではなくて、うんうんうん、あのその後のやっぱりお食事が大切なので、はい、お食事をどう整えていくっていうところをサポートできるのがうちの強みだと思うので、うんうんうん、いいですね、はい、やっぱり一人じゃね、うん、ダイエット ね、 ね、あれなんとか食べるダイエット、うんうん、なんとかだけダイエットとかね、うんうん、もう、はい、数々いろいろちょっとね、いろいろ培ってまたすごいね状況になっていくっていうところなので、はい、本当に本当の情報をね、うん、仕入れて、はい、先ほどねちょっと言ってたのね、習慣と、うんうん、この自分のね、あの、はい、なんて言ったんでしたか、あの時思考、うん、がか、うんうん、ね、情報ね、うんうん、情報を得るっていう素晴らしい財産ですよね、はい、そうですね、うん、あの私たちも情報を、はい、あの発信するんですけど、それは私たちのこのちょっと目を通してというか、はい、あのバイアスがちょっと入るかもしれないんですが、うん、あのその情報をですね、うん、あの実際にこうダイエットあるいはファスティングを実践される方がやってみて、うん、で体感して自分の体が教えてくれるのが多分真実だと思うんですね。だから自分の体から皆さん学んでいただければいいなと思います、はい、ね、あの先ほどね、あの病院の方でも、うん、あのこういうダイエットのプログラムを作ってらっしゃったということなので、うんうん、はいはい、あのちょっとね体調の不良の方のまたその時のサポートとかもね、あのご相談できるということで、そうです ね、はい、食事でやっぱり体を整えていくというのは、うんうん、あの体重を落としたいっていう方も、うん、体調が悪くってっていう方も結局同じなんですよね、うんうん、体のあのこの調子を整えるっていうのは、うん、あの同じような方法でやっぱりやっていくんですよ、うん、その方のバランスに合わせて食べていくだけです、うん、あ、もういいですね、はい、これをちゃんとね千原さんの方でケアしてもらえるっていうのは幸せですね、はい、ぜひやりましょうかとか、私さっきから言ったらそうそうもうまず振り込みカンペで振り込みしなさいというこれはあの正当な振り込みなので、はいはい、あのよく聞く振り込みではない振り込みですよね、はいはい、我々とか言うんですかだけど私広告塔になりますとか言ってたんですけど YouTube でアップしますから、よろしくお願いしますちょっと面白い企画が発信したらぜひね、あの、はい、ぜひ発信していけたらと、ね、はい、思います。でまずあのであとあのなんか今までは女性の方だけどこの、ね、うん、講座とかっていうのは男性の方もできますよってことすごいですね、はい、あのそうですね、はい、幅広くできるようになったってことで、うんうん、今結構やっぱ男性の方も、はい、あの、うん、ファスティング、はい、プチ断食をされる方増えてきていて、うん、で、まあ、昨日一昨日も結構問い合わせもあったんですけれども、はい、あのまあ、会社の社長さんたちが結構こう集まって、うんうんうん、やり始めたんですが、はい、そこから、うん、あの結構広がっていって今いるのかなと思いますが、すごくこの、まあ、ダイエットっていう効果ももちろんあるんですけれども、うんうんうん、こうすごくメンタルがクリアになるっていうんですかね、すっきりした感覚、うん、で、あの仕事があのサクサク進む感覚っていうんでしょうかね、それを感じていただくことができるので、うん、で、うん、それで
最近は男性の方も増えてるのかなと思いますね。女性はなんかまあ永遠のなんかもうね、テーマですよね、ダイエットは的なところで入っていくんですけど、男性の方はやっぱりちょっとこの体調管理だったりとか健康面だったりとかで自信つくっていうのは男性の中で大きいかもしれないですね、自分の見た目とか。そうですね、だからね、先ほどもねお話した本でね、あのなんかできる男はなんちゃらかんちゃらみたいな、船瀬さんさっきからなんちゃらかんちゃらで食べない、ね、ですよね。だからやっぱり自分に接することで、ね、クリエイティブな仕事をしていくっていうところになっていくんですね。あの食べないっていうことが私は大切だとは思っていなくって、どう食べるかっていう方がすごく大切だとやっぱり思うんですね。で食べない時間が大切なんですよね。食べない時間を、あのしっかり作るっていうことが大切で、で食べるときは食べる、でも食べないときは食べないっていうこの時間のメリハリをきちんと作っていくっていうのが、あの日々日々本当は大切なんだと思います。あの朝食のことを英語でブレイクファーストって言いますよね、あれってブレイク、破る、ファーストっていうのは断食っていう意味なんですよ。ほう、なるほど。だから朝食っていうのは断食を破るお食事なんですね。はい、だから断食後のお食事っていう意味で、寝てる間が実は断食なんです。あー、なるほど。そうなんですよ。そういう意味なんです。あー、すごい。だから本来は日々日々きちんと断食ができていれば、私たちは非常に健やかなんですね。太ることもない、肌荒れすることもないんです。実はだから睡眠が大切ですよ。そうです、そうです。なるほど。睡眠すごく大切だし、でその寝てる間に体の中で起こることっていうのは、まあ、化学反応が起こってとかですけど、この細胞修復されたりとか、子どもたちはその時間帯に背が伸びていきますよね、成長ホルモンが出て、っていうような時間帯なんですね。なるほど。その時にご飯を食べていて、で消化をしていてはいけないんです、本来は。これが正しい断食。寝てる時間帯はもう消化が終わってるっていう、そのリズムで生活してればみんな健康になります。これがまた寝る前に食事したらね、キンキンにやっちゃいけないっていうののまた一つのあれでもあるんですね、深い。病院はそのリズムで食事を出すんです、ちゃんと。だから元気になっていくんです。なるほど、そうですね、規則正しく、で10時消灯だし、で6時ぐらいに夕食終わるんです、5時6時に夕食終わって10時寝ればみんな元気になるんです、そっか。毎日毎日ちゃんと胃を休ませて、体からちゃんと出すものを出すという機能をいただくってことですね。面白い、なるほどですね。でもですよ、週に何回そういう日を作れますか？いやー、そうですよね、ですよね。月にもしかしたら何日かもしれないし、もしかしたら年に何日かもしれない。そうですね、ですよね。私がそうなので、お忙しいとね、そうですよね、確かに言ってるんですけど、なので、そういうふうに日々日々の断食を上手にできない現代人の私たちなので、もう少し集中治療しようよっていう、集中的にトリートメントしようよっていうのが、この3日間のリセットの断食だったりするっていうふうに捉えていただくといいと思います。もうまさしく本当にデトックスですね、ですです。まあ集中ケアですね。はい、また印鑑をしました。5枚目とかすごいですね。振り込みて。もう分かったから。3日でなってますけど、3日間で出しなさいなって。面白いですね。なるほど、はい、じゃあ実際にあの、この、じゃあ興味があります、ファスティングやってみたいです、チャールさんのとこにちょっと興味があるんですけど、って言った方は具体的にどういった手順というか、した方がよろしいでしょうか。まあ、この、ファスティングについてとか、ダイエットについてとか、どれぐらいこう、必要があるのかとか、期間とか費用とか、あると思いますので、まずはあのご相談をさせていただいてからっていうことにしてるんですね。なので最初60分の無料相談がありますので、いいですね、無料カウンセリングをさせていただいているので、それをお申し込みいただいて、でそこからのスタートにしています。お互いにね、どういったこうところを目標としていくのかっていうのをあのすり合わせをしてから。そうですね、ちょっと不安なことだったりとかね、いろいろありますからね。できない方もいらっしゃるので、今ファスティングはしない方がいいですとか、ああなるほど、ちゃんとそういったお話も、すごい、で体質改善の方がいいと思いますっていう、このやっぱそこで、
ゴールを決めていかないといけないですから、ただ痩せるだけではないですよね。体調を整えることが大切なので、自分の理想とするところに持っていくのが大切なので、どの道を通っていった方がいいのかっていうのはまずは最初に。嬉しいですね、管理師さんならではのこう、ね、あなたのこのね合ってるコースというか、そうですね、求めるものと体が求めてるものと、あ、嬉しいですね、はい。まあ、それをチェックシートというか、そういうシートもあるんですけれども、はい、もし血液検査のデータとかもあれば持ってきていただいて、でそれともこう照らし合わせながら今の体の状態を見せていただきながらアドバイスっていうことをさせていただいているので、いいですね、はい、まずは、もしそういったデータもあればカウンセリングの時に持ってきていただけるといいと思います。いいですね、はい。このカウンセリングを受けたいっていう時は、例えば、サロンさんに行かれるのか電話とか、お電話で、はい、まずはお問い合わせしていただいて、予約制になってるので、まずはお問い合わせいただけるといいかなと思います。はい、電話番号、はい、はい、はい、ですか、はい、098-988-6466になります。はい、カロリアさん、はい、098-988-6466、はい、はい、そうです。これ時間帯とかは、はい、水曜日が定休日で、それ以外の日は10時から、19時、7時まで、はい、入ってます。なるほど。じゃあカロリアさんの、ね、お電話して、はい、ファスティングのちょっとカウンセリング受けたいんですけど、っていう形であれば、はい、対応していただける、いただければと思います。すごい心強いですね。ぜひ、まずは血液も送ってこなくちゃ、検診のデータとかいいですよいいですねだからデータでもお話ししてもらえて、で自分が望む話をね、またそれで照らし合わせてくれるって、はい、心強いですよね。ゴールがこう決まらないと、どこに向かっていいのかがわからないので、まあ、お互いにゴールを最初で決めて、でそのゴールに向かってどうサポートできるかっていうご提案っていうことになると思うので、すごく心強い。なんか、まあね、おっぴらには言えないんですけど、例えば、まあ、違うことでダイエット目的の発信されてるところっていっぱいあるじゃないですか、ね、だけど行っちゃうと、もう、あ、これもこれもこれもってやられちゃうんじゃないかなとか、怖くていけないとかもあるんですけど、やっぱり本当に健康とか、ね、そういった主体でされてるので、安心ですよね。一度お話を、はい、聞いてから、ね、伺わせていただき、それからこうスタートするといいかなと思います。今のは一応この、このカウンセリングのこの対応に関しては女性の方でいいんでしょうか。女性の方対象になりますか。いえ、そんなことないです。カウンセリングは、はい、男性の方も、じゃあぜひぜひ、はい、していただいて、ね、お正月とかです。一応ですね、日々くね、はい、忙しくてね、大変な方。そういった方もぜひね来ていただけたらと思います。098-988-6466、カロリアさんにカウンセリングをぜひ来ていただけたらと思います。はい、はい、で今まで先ほど、サロンにファスティング体験された方がいらっしゃる、400名ぐらいね経験された方、そうですね、いらっしゃるってことなんですけど、なんかこれまでされてきて、なんかちょっと思い出深い何かエピソードとか、なんか千原さんの方で、ね、この方こういう方がいましたとかいらっしゃいますか、何か。そうですね、はい、一番やっぱりこう思い出深いというか、はい、もう今ももうサポートしているんですけれども、うつの患者さんがいらっしゃって、最初は、はい、お母さんが来られたんです、はい、お母さんが私がやるわって言ってたんですけど、でやり始めて、はい、娘もちょっと興味があるみたいって言って連れていらっしゃって、はい、でもなかなかこう落ち出れないからっておっしゃられてたんですね。ちょっと、朝起き上がるのも大変 で支度するのもちょっと時間がかかるから、来れるかどうかわからないっていうのが何度か続き、はいはい、でやっと来ていただけたんです、はい。でその時には本当にこう足を少しこの移動するのもちょっと辛そうな感じだったんですが、もう今半年8ヶ月目に入るのかな、はい、体重26キロぐらい落ちて、で最初はこの辛そうな感じ で実はお薬も結構飲んでらっしゃったんですけれども、今もうちょうど年末に、お薬はもう飲まなく、はい、なって、そうそうそう、で、まあ、体重26キロ落ちたじゃないですか、もう別人ですよね。体もすごく軽くなって、最初も歩くのも本当大変な感じだったんですけど、でむくみも結構引いてきたし、で前向きになり、メールのやり取りをこうするんですが、最初の頃ってもう本当一言二言しかこう
帰ってこないような状況だったんですよ、うんうんうん、だったんですが今はもう本当10行とかいっぱい書いてきていて、はい、だからそこら辺でもすごく元気になったなと思うし、うん、で何よりもあのこの眠たさがなくなったっていうのと起きられるようになったっていうのですごい笑顔が増えてますねっていうのがすごく思い出深いかな思い出深いっていうか今もね、うん、関わらせていただいてるんですけど、うん、もうこんな風にこうなんだろう食事が変わるっていうことで、うん、あの人って変わっていくんだなって思いました、うん、嬉しいですね嬉しいですね本当にねなんかこの起きられることを、ね、そうそうそうこうやってねあの喜びがどんどん文章で現れてくることとかっていうのは本当に 見る目でわかるじゃないですか、うんうん、嬉しいですねだから普通私たちが普通と思ってることでも普通ではなかったわけなので、うんうんうん、でそこ多分マイナスから今、うん、あのニュートラルのところに今来たのかなって、うんうん、でここからもっとねやっぱ元気になっていく美しくなっていくっていうところをきっと目指されると思うので、はい、そこまでサポートできると嬉しいなと思いますよね、うん、そうですね、うん、やっぱりこういうあの見た目、ね、体型的なところじゃなくて、うんうん、先ほどね言ってたように心が変わるっていうところがすごくやっぱり、うんうんうんやりがいを感じられたりとか ね, そうですね、すごい感動が一人一人の方の物語があるっていうところですね、うんうんはい、人ってこう痛みがあったりとか、うん、あのこう疲れがあったりとかすると、うんうん、どうしても前向きになかなかなれなかったりすると思うんですよ、はいうんうん、これがなくなるだけでもう元気なんですよねだこれを取ってあげるこの疲れとか痛みとかをなんとかこう取ってあげるっていうことをすれば、うん、元気になっていくのでだから心って体をね元気にするところから元気にできていくっていうのかな、うんうんうん、っていうところがすごくあると思います、まあ、そういもちろんあの食だけではないですけどね、はいうんうん、食とやっぱり体を動かすこと、うん、で血流をきちんと流してあげて体の隅々まで栄養素を届けてあげるっていうことでそれからコミュニケーションを取るっていうことでしっかり寝るっていうことっていうのが大切になってくると思うんですけどそこら辺も総合でやっぱり良くなっていくのだとは思いますすごい嬉しいですね。うん、ね、やりがい感じますね。本当にですよね。すごい本当そうです。私のちょっと改善も何度も改善もしていただいて、ぜひねお困りのところがありましたら、そうですね。ご相談させてください。ぜひ婚活に向けていいですね。それめっちゃ応援します。いいですね。はい。大変なミッションがありますミッションさんミッションなんですねミッションですよ一緒に一緒に達成するミッション、はい、楽しみ大好きだんだんなんかすごいことにプロジェクトが発信して、ねはい、いくそうなんですが、はい、なんか先ほどねお伺いしたらちょっとあの近々に楽しいイベントがありますよっていうお話をお伺いしたんですが、はいはいすはい、ぜひよければ告知をあの1月11日月曜日祝日になってますけれども、はい、その日に、うん県立武道館おねまの方で、はいはいはい選ぶスクールフェスティバルというのがありまして、うんうんはいはい、そこの方に、うちも、加圧ウェアの体験会ということで参加させていただきます、はい、加圧ウェア、はい、加圧はね、皆さ ん, なんかあの聞いたことあるかなとなんかジムでやるみたい な,、うん、なんかちょっと結んでみたいなベルトでちょっと血流を止めてっていうような、はいはいエクササイズがあるんですけれども、はい、それはやっぱり専門家がついてこうやるっていうのがやっぱり原則で、うんそうじゃないと、ね、血流を止めてしまうわけですから、うんうん、ちょっとやっぱり注意が必要な部分だったんですね、はい、でそれがいいということを私も聞いてはいたんですけれども、うんうんうん、なかなかこのジムに行って専門家の方についていただいて、うんまあ、30分なり1時間やって、はい、で行って帰ってきて 2,3 時間っていうのがなかなか時間が取れなかったので、うんうん、なんとかならないかなってでも運動も大切よねって思ってた時にこのウェアを着るだけでっていうのがあってですねいいですね、はいはい、ウェアを着ることで、はい、この加圧のエクササイズができるでこの加圧の、効果っていうのが血流改善であったり、はい、だから冷え性の、ね、改善であったり、まあ、便秘とかもやっぱり血流なのかな、はい、そこら辺とかあとアンチエイジングのホルモンである成長ホルモンがいっぱい出るとかですね、はい、運動効果が3倍になるとか、なんかそういった効果があるものだったので、はい、あ運動不足の私にはじゃあ10分やったら30分運動したことになるっていう、あそうですよね、そうですよね、考えたらそうそう、まあ、効率よくできるかなって思って、うんうん、最初、はい、自分だけ試したんですけど、
やっぱり周りからもですね、うん、あ、なんか閉まってきたとかっていう感じの感想があったりするので、うん、はい、あ、これはいいかもしれないと思って今取り入れて、はい、やっているものなんですね。なのでご自宅で、はい、一応この、なんていうのかな、着方とか、はい、あとこのサイズとかっていうのは、うん、専門家のちゃんと資格を持った専門家のもとで、うん、決めさせていただくんですけれども、うん、それを守ってお家で日々日々自分でやっていただくっていうことで、うん、効果が出ていくというものなので、うん、一度ちょっと体験していただけたら面白いかなと。フィッティングというかこんな感じのものですよ、うん、はいはい、みたいな感じで、うん、血流を止めるってこんな感じですよ、うん、でこれで運動してみるとこんな感覚ですよ、で外した時ってこんな感覚ですよっていうのをですね、うん、ちょっとお試しになるので、うん、しっかり体験したい時にはやっぱカロリアの、ね、うん、サロンの方に、はい、学院の方に来ていただきたいんですけれども、うん、試すことができる、うん、そこではちょっと感覚的に感じることができるので、そこにちょっと来ていただければなと思います。はい、選ぶスクールフェスティバルさんの方で、じゃあカロリアさんのブースで体験できるということですね。そうですね、1月11日の10時から18時、はい、6時までになっているのですが、10時から18時、はい、10時から18時ですね、はい、でこれ事前予約をするとですね、はい、プレゼントがいただけるっていうような構成になっているので、はい、もしよければもう今からでも全然大丈夫なので、はい、選ぶスクールフェスティバル、はい、選ぶはひらがなのエーラーに部活動の部ですね、はいはい、のスクールフェスティバル入れていただくと出てきますので、はい、そこから、事前予約プレゼントの方に行っていただき、はい、で予約を入れていただけるといいと思います。なるほど、これプレゼントというのはその場でいただく感じのなんかですね、はい、抽選みたいなんですよ。でいくつ体験するかって、これいっぱい体験できるんですね。全部で何ブースだったかな、すごくたくさん出るんですよ、はい、すごいですね、私だけたちだけではなくてですね、うんうんうん、出展スクールすごくたくさんあるので、うん、なんかうちはエクササイズ系で出るんですけど、はい、ハンドメイド系とか、あと食育もあり、うんうん、自己啓発、占い、カウンセリングとかですね、エステ整体とかですね、なんかそんなのもあるのでいろいろなブースを回っていただくことができますから、うんうんうん、それで事前予約をまずはしていただいて、やっていただくとこのプレゼントもいただけるということなので、うん、いいですね、はい、よければそちらの方がまたもう一つ楽しめると、ね、そうですね、楽しみが増えるといいですね、うん、思います。じゃあカロリアさんの方のは、うん、この加圧の、はい、ウェアですね、ウェアの体験、うん、体験、他になんかちょっとカウンセリング的なことをやったりとか何かっていうのはうちのですか、はい、カロリアさんの方では、ですね、実はこれ、うん、1次元目2次元目みたいな感じで決まっていて、はいはい、50分なんですよ、1コマで50分の中でできることってちょっと限られているので、うん、今回に関してはちょっと加圧のご案内と体験とになるんですけれども、うん、また、このカウンセリングの、はい、ご予約はそちらの方でご希望が、うん、あ、なるほど、いいですね、はい、でじゃあちょっとどんなものかなって他のものを見ながら、うん、そうですね、ちょっとね、加圧を体験していただけたらと思います、はい、いいですね、うん、お気軽にいいですねそちらはお立ち寄りください。1月11日、はい、選ぶってあれですよね、フリーペーパーでね、でいろいろな、ね、うんうん、スクールお稽古事とかが書かれてる、はい、そこが主催ということ で、はい、場所が、県立武道館ですね、うん、武道館の方ということなので、はい、ぜひ足を運んでいただけたら、はい、楽しい。その場所には千春さんいらっしゃる。います。あ、じゃあぜひ。はい、もう千春さん見たらすぐインカオス。もう大変。すぐインカオス。死に食う人がなくちゃだ。何かパンフレットとかもその、ね、はい、サロンのね、あったりとかすると思うので、ぜひご用意させていただけたらと思います。で先ほどちょっと今まで受けられた方の年齢層っておいくつぐらいですかってね、はい、お伺いしたんですけど、うんうん、はい、すごいですよね、幅が。そうですね、うん、もう大学生、まあ、学生さんから、はい、まあ、お母さんが来ていただいて高校生とかもちょっとやったりはするんですけれども、うんうんうん、から74歳の方まで幅広いですね、はい、すごいですね、はい、ちなみにすいません、ふと思ったんですけど、はい、このファスティングは、うん、いくつからとかもあるんですか、例えば対象年齢的なものというか、ね、あまり若いとね、なのかななんてきっと、うん、そうですね、ダイエット目的というのであれば、はい、うんうん、もうある程度もう成長がもう確定したというか体型が確定したところらへんの方からはいいかなと思います、うん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 、でなんかな、ちょっと
体調が悪くてっていう場合には子どもでもやったりとか、はい、まあ、それはもちろん専門家のいる施設で、うん、施設でこれは治療院とかでやっていただくような感じなので、うちではあの子どもは基本的にはやらないんですけれども、やっぱり子どものダイエットっていうのは基本は動かすなので動いたら絶対痩せていくので、子どもたちってあのお菓子をやめて動く、これだけでもう変わってきますから。で、大体高校生ぐらいからニキビとかこう気になる高校生、便秘が気になる高校生ぐらいからは少しサポートしながらさせていただいておりますね。で、今までやられた方74歳、最高齢はそうですね。すごいですね、74歳の方。なんか来られたきっかけとかは、来られたきっかけは、まあすごく美意識も高い方で、こうライフスタイルもきちっとした、きちっとしたいという方でしたので、何ですかね、修行ではないですけれども、そういう形の感覚も終わりだったとは思いますが、3キロぐらいは落としたのかな。で、すごくクリアになって気持ちよかったっておっしゃってて、自分には合ってると思うっていうことで、もうリピートして定期的にされてらっしゃいますね。はい、そう、福岡の方だったんですか。いや、そうでもなかったです。この方に関しては3キロはちょっと絞られて、はい、そうですね、すごい、それを維持していらっしゃるっていう。やっぱりね、はい、いくつになっても女性は綺麗だね。そうですよね本当にもうシャキッとした方でした。いいですね、74歳になっても女っていう、ね、ね、そうですよね。やっぱ女性はね、いつまでもやっぱり美を求めていたいですね、はい、そうですねアンチエイジングとやっぱり、すみません、もう一回効果聞いてもいいですか。ファスティングのですか、はい、ファスティング の、 あの効果は本当いっぱいあるんですけれども、はい、食べないことでこの細胞を、修復していくっていうふうに考えたらいいのだと思います、はい、それが一番大きいこの目的だったりするので、だからお肌がきれいになったり、で、まあ、それをアンチエイジングっていうのかもしれないですし、あと血液がサラサラ流れ出すとか、あとこう疲れが取れるであるとか、まあ、体重が落ちていくのはいきますよね、食べないわけですからね、体重は落ちていきます。で、あとこう自律神経って、はい、いつも私たちってストレスの中で生きてるじゃないですか、まあ、多分ストレスを感じてない人はいないと思うんですけれども、こう過度のストレスっていうのを感じている方もいらっしゃったりして、でそういう方々のこの自律神経ってずっと交感神経が優位でこう、気が立ってるような状態だったりするんですけど、ファスティングをすることによって副交感神経もこう優位になっていくっていうのもあり、こうちょっとゆったりとした感じで体の修復モードに入って、眠くなったりとか、まあ、寝るっていうのがこの体の修復をする時のねモードだったりするんですが、そういった効果があったりとか、あとは五感が研ぎ澄まされるとか、いいですね、そうですね、あとはデトックスとか、はい、そういった効果がありますね。またその人その人でまたちょっとね感じるところがあったりとか、全然違います、ね、毎回毎回違うんですよ。私自身も毎回違うので感じ方が、はい、今もやりますよ。やるんですけど、そのやった時毎回毎回、今回はなんかとっても、すっきりした、はい、で今回はちょっと頭痛がある、で今回はちょっと重いとか、なんかそういう風に毎回毎回ちょっと違うんですよね。このファスティングをする前の、この生活というか、自律神経とかストレスとかっていうのがどれぐらいだったかっていうのを、このファスティングをやってる期間で確認ができる感じです。かなりストレスがかかってる時には、そのこの3日間もちょっと重かったりするんですよね。リセットかかってるってそうなんですね。さっきのね、体と対話する時間なんですよ、空腹の時間で、そうですね、そうです、本当にその時間って今の現代では必要ですよね、うん、そうですね。もう先ほどね、お話ししてる中では、私たちの体にリズムがあるっていう話をしたかと思うんですけれども、体を修復する時間帯って、10時から2時にこの成長ホルモンが出て、お肌のゴールデンタイムって言いますけど、細胞のゴールデンタイムですよね、でその時間帯はもう消化してない、ある程度消化が終わってるっていう状態がとても望ましいのだそうです、だから5時か6時ぐらいには食事を終わるっていう、夕食を終わるっていうことにならないと、この10時に寝ている時間帯、しっかり修復ができないんですよね、なので、
まあ、5時か6時に夕食食べて終わってあと何も食べなければいいんですが、うん、そんな日が週に何回あるか、うん、そうですね、ないかもしれない、月に何回あるか、ないかもしれない、そうなんです、私自身がそうなんです、ね、なかなか5時6時に食べて終わってっていうのはなかなか難しかったりするので、うん、なのであの、まあ、3ヶ月に1回私たちはするようにしてるんですけど、はい、ちょっと集中ケアっていうことで3日間ぐらいリセットかけていくっていうようなことをやってます、うん、なるほど、はい、そういう、まあ、効果ですかね、うん、リセットをするっていうのが一番、もうなんか盛り上がりすぎてね、すごくあっという間の時間でね、あのあとちょっと残り7分ぐらいにはなったんですけど、じゃあちょっと今あのお知らせしたい情報をもう一度あのお知らせしていきたいと思います。まずじゃあ千春さんのサロン の、はい、あの場所が、住所ちょっと言いますね、はい、沖縄県宜野湾市大山 6-43-5、はい、で場所の近くは、ラグナが、そうですね、ラグナガーデンホテルの道向かいの、うん、ま、ちょっと中の方に入ってくるこの住宅街の方になるんですね、うん、はい、で、シーサー児童公園という公園のお隣ではあるんですが、はい、近くには、はい、あの羽衣小学校がありますので、近くまで来ていただくと、はい、ちっちゃな看板でプチ断食っていう矢印でご案内しているの で、はいはい、でそこに電話番号も書かれてたりします、うんうん、もし迷われたらぜひお電話ください。電話番号の方も言いますね、はい、098-988-6466、098-988-6466、カロリアさんまでお願いします。で、ネットでもね、ファスティングカロリアだけでもすぐもう、千春さんの名前だったり、サロン名だったりがすぐ上がってきたので、うん、それでまた見て、ね、そうですね、はい、検討されていただけたらということで、はい、まず、まあ、手順としたら興味がある方は無料カウンセリング、うん、そうですね、まずは60分、うんうん、じっくり不安なこと、はい、費用のこと、ね、やり方とか ね、うんうん、聞いていただいて、もう本当に何せ千春さんの人柄に触れてほしいありがとうございます、これだけでももう私は、ね、すごい癒しの時間になると思いますんでこの60分貴重なね60分になると思います。私ちょっと怒られないかなと思ってドキドキしてたんですよ今日、あなたねちょっとこれはねって言われると思ったんですけど、今日すごく興味津々でいろいろね、濃ゆい話まで聞かせて、はい、聞けて、うん、すごくためになったんですけど、来られる時もしよければ、はい、検診のデータとかありましたらお持ちになられるといいと思います。血液とか、うんうん、そういった数値の、はいはい、もう元ね管理栄養士さんなので、はいはい、そういった数値の方、うん、からでも何かいろいろアドバイス、そして本人のお話も伺いながらいろいろなコースを提案していただくってことなので、はいはい、すごいお得なカウンセリング、まず ね、 まずは、ね、まずはね、しっかりゴールを、はい、一緒にこう見ることと、うん、でね、しっかりこの内容を納得するっていうところが大切だと思いますの で、 す、ね、うん、すごいゆっくりも、はい、素晴らしい、ぜひ千春さんに会っていただきたいって私は常に思いますそして私が広告等になるという意思も今日固めましたので、はい、もう力強くサポートさせていただきます、はい、であと、まあ、近々でイベントとして先ほどもお話ししたんですが、はい、エラブスクールフェスティバルの方で、カロリアさん出展されるということですね、はい、県立沖縄県立武道館の方 で、 です、はい、うん、で時間が10時から18時はい、までということ で、 でカロリアさんの方では、うん、カーツ、ね、カーツウェア体験会ですね、うん、体験会するということで、はい、やっぱり、食事も大事、うん、運動も大事ということで、うん、全てだからファスティングにしてもこのカーツ の、ね、ウェアにしても千春さんが、ね、体験していいと思った、うん、ね、管理栄養士さんの目から見て、うん、ちゃんといいと思ったものということでお勧めしていただけるってことなので、はい、ね、先ほどちょっとカーツのウェアのお値段まで聞いちゃったんですけどそうですね、買えます、はい、そんな全然高くないと思います、はい、そうですね、自分の健康とかケアで言うと、はい、うんうん、もっとね、うんうん、高額なものもいっぱいあるので、うんうん、それはまあだけどね、ぜひ店頭、ね、ね、また体験していただいてぜひぜひやっていただけたらと思います。楽しかったですね、すごいやっぱり心もやっぱり体もケアするっていう意味では、うん、このファスティング、そうですね、やっと時代が来たって感じですか、うん、はい、心と体ってつながってるんですよね、うん、結局この自律神経とかつながってるので、うん、はい、そこをやっぱり整えるになると思います。なるほど、と、うん、いうことでじゃあ、はい、もう2016年、はい、これから、カロリアさん、千春さんとしての何か、目標というか夢というかこれから
なるほどですね。今年はちょっと基本に帰るというのが私の、基本に戻るというのが私のテーマであるんですけれども、まあダイエットもそうだし、はい、健康づくり、あとはアンチエイジング美容とかもそうなんですけれども、もっとこうクリエイティブに動いていけたらなというふうに思います。ということで、はい、もう話が盛り上がって、この、ね、あの書き初めのお話もできなかったんですけど、ま、千春さん、もう1年に1回しか筆を持たないまさしくクリエイティブな、ね、千春さんが、はい、あのモットーだと思う想像いただきました、はい、ということで今年は、まあ、ぜひねあの原点に帰って、はい、心も体もデトックスして、うん、はい、自分の好きな状態、自分の元に戻るっていうのがすごく大切なんですね。そうですね、はい、それをこう、うんうん、感じられるような場の提供というか、うん、そういったことをしていきたいなと思います。ぜひファスティングカロリアさんで検索していただけたらと思います。今日 の, あのこれ の, あのラジオはですね、番組のホームページで動画でもアップされますんで、うん、YouTube とかでもぜひあの見ていただけたらと思います。もう千春さんの素敵な笑顔もぜひ動画でご覧いただけたらと。で、選ぶさんでもね、選ぶさんでもね、1月、はい、ぜひ11日ありますので、ぜひ行っていただけたらと思います。来てください。ということで、もう名残惜しい1時間、あっという間でしたね。あっという間でした ね、本当に。もう楽しすぎて、今日ちょっと私、運命感じちゃう。嬉しい、ね。私の必要な情報があって、必要な出会いがということで、私、今年、あの、猿年の縁でね、うん、まあ、ベタなんですけど、はい、縁を大切にしていきたいとちょうど今日言うぞと思ったんですけど、はい、もうそれも言うまでもなくご縁が目の前、はい、猿でございます引き寄せていただきました。もう、ということで今日はひよこの反省会、ひよこ反省会、ゲストに上原千春さん、ファスティングカロリアさん、はい、お越しいただきました。そしてすいません、拙いパーソナリティでしたが、パーソナリティ研究生、マリリンで お送りしました。2016年楽しんで心も体もリフレッシュしていきたいと思います。では皆様、2016年今年もひよこ反省会ともどもよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。千春さん、ありがとうございました。ありがとうございました。